トーマス・チッペンデール銅像、オトリー、ウェスト、ヨークシャー・トーマス・チッペンデールは、イギリスの家具師、デザイナー。シノワズリーとロココ様式を調和させたデザインで著名。チッペンデールの作詞タイス、チッペンデールは、ウェストヨークシャーの市場長オトリーで誕生した。時計修行後1748年に、ロンドンに出て、独立54年頃、 家具産業の中心地セントマーティンインザ、フィールズ協会の隣に移って、商館・事務所、工場倉庫を建設し、多数の専門職人による本格的な家具製作と上流階級の室内設備や装飾の思考も行った。チッペンデールは1754年に家具の専門書として最初の紳士と家具士のための指針を出版して、 一躍この時代の最も有名なデザイナーになった。この本には人気の高い家具の寸法図が含まれ、顧客はこの本から選び、他の家具師が複製した。ロココ様式はこの本に対して支配的な影響力を持っていた。ただし、中国風やゴシック風も影響している。1770年代からは新古典主義の建築家。 ロバート・アダムが設計したリーズ近郊のハーウッドハウスやロンドン郊外のオスタレー・パークなどにマホーガニーを用いた新古典様式による精巧な家具を制作した。彼は1779年に死去しセント・マーティン・イン・ザ・フィールズに埋葬られた。1773年、チッペンデールの作したタンスとイス・チッペンデール様式はクイーン・アン様式の変形で それにフランスロココの影響を受け、足は猫足が多く、鷹の爪が玉を掴んだ形のものが多く使われている。テーブルの上部の板も丸や長方形は少ない。また、サッパーテーブルといって、使用しない時上部の板を垂直に立てて壁際に置き、室内のアクセントになるようなテーブルが使われた。飾り棚や書棚の頭部にスワンネックの飾りがつき、扉の格子組は、 ゴシックのトレサリーの形を真似たものが付けられた。この時期に中国の影響を強く受け、椅子の背、足、ベッド類まで中国建築を模した形が取り入れられた。それらの家具をチャイニーズチッペンレールと呼んでいる。輸入西インド諸島から高級なマホガニー材は軽くて丈夫で長持ちし、彫刻も入れやすいといったことから繊細で華奢なデザインの家具が作られた。 チッペンデールによって製作された家具は現実的にはほとんどなくチッペンデールと名付けられた椅子は単に彼のデザインに基づくだけである。チッペンデールによって作られたものではない。ありがとうございます。